は正しいウエストの位置と美しいウエストラインを作る方法をご紹介します。まずはじめに皆さんが思っているウエストに手を当ててみましょう。結構下目にあると思いますが、本当のウエストの位置は肋骨のすぐ下になります。ここをキープしながら美しいくびれを作っていきましょう。でははじめに横に向きます。では前後していきましょう。前、おへそのところから前にぐーっと出します。次に背中の真ん中あたりを反って、何か乗るぐらい腰を反りましょう。この時に頭と肩は丸めく動かさないようにしてください。では前、後ろ、前、後ろ、これをどんどん慣れてくるとテンポよく動かしていきましょう、はい、では次、左右いきます。ウエストラインに手を当てて、右にお尻を突き出します。この時にウエストをぐーっと締めるようにしてください。左、右、この時も肩と頭をなるべく動かさないようにしましょう。どんどん慣れてきたらテンポよくお尻を突き出します。はい、次一周しましょう。右回りでさっき通ったところすべて通るように大きく大きく回します。これがどんどん慣れてきたらテンポアップしていきます。では反対回りもしていきましょう。前後いきます。肩幅に足開いて軽く膝曲げます。頭と肩なるべく動かさないように注意してください。では前から、おへそから前に出して、次後ろ、前、後ろ、前、慣れてきたらテンポよく動かしていきます。次左右いきましょう。ウエストラインに手を当てて、左から右、しっかりここのラインを意識します。慣れてきたらテンポよく動かしましょう。はい、ではこのまま一周ぐるっと回っていきます。さっき通ったところすべて通るように大きく回しましょう。慣れてきたらテンポを速くしていきます。はい、これを、お風呂上がりに10回ずつほどするとどんどんウエストラインができてきます。皆さんお試しください。